うん、で光の戦士が JP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  か JP、ああ、うん、なるほどいいチームいいチームですね、かなりこのゲームの理想とされたいいチームです、うん、だいぶ理想のチームですね、うん、なんかドーキュラ5俺出たことないんだけど、どうやって順番決めてんだろうな、はい、あ確かになんか大将嫌な人がたまにいるじゃない、まあまあまあそういうのもあるでしょうね、うん、そういうのもあるんだけど、格で言うとトリマオビさんで様子見みたいな普通に考えたらそうだよ結構そういうシーンはちらほら見えました、とりあえずお前行けよってオビさんあんま出てないんじゃないかな、でもさっき俺見た時やってましたけどね、あやってた、うん、トリマなるほどね、うん、あとやっぱ同キャラつっても得意不得意が多分あるだろうから、まあ、キャラのソースで、まあ そ, うねうん、それはそう確かに、人相性とかもあるだろうから、ついに来た、おさあ、ここは鳥間おびさんな気がすんな、俺、ここはどうだ、これはおびさんか、違う、お、リュウセイ、お、リュウセイ、あー、いたか、俺は行くんじゃねえか、余裕のおばけ、なんなの、1ゲージ1ゲージ、あ、3ゲージ3ゲージまだまだまだまあ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 、まあ、あー、これは行ったんじゃねえか、おお、逃げ、しゃばっている、しっかりと回ってますね。チーム戦ってさ、弱キャラでなんかそのかぶそうかぶそうとか、うん、相手にまだこのきついキャラがいるから、うん、ちょっと俺出れないんだよみたいにやってると、うん、いつまでたっても出れなくて結局最後に行かざるを得なくて、うん、そのままやられちゃうっていうのは負けちゃうんですよね、うん、確かによくあるパターン、まあ、あるんだよな、うん、剣って打たれやすいっていう説ない、あ、打たれるのかな、そうなんですか、剣とかに対してはでも劉備ぐらいじゃない、まあ劉備と陣雷、あー、まあ確かにそうかもな、生陣雷ってあんま打たなくて、でも返してもいないけど、今のこれで返すのはすごい、ね、偉いよね、はすごい、そしてこの形になっちゃうとマリで引いてほしいぞ、ソシックス、ミスターソシックス、投げ投げ30番からラッシュ、うん、あのなシャカ中パンサンブラからの3ゲージやたらむずいらしい、マジでそうなんやたらむずいらしい、あんま見たことなく、飛びの SA3 ってむずいよね、なんか多分このゲームむずいですよね、キャンセルできる距離自体がほんあのなんかすごい狭いじゃないですか、狭いですね、フレームがね、本当に始めじゃないと、うん、あのキャンセルできないし、ヒットストップも短いから、そこでちゃんとタイミングを押さなきゃいけないってことでしょうね、うんうん、ヒット確認自体も素早くしないといけないんで、そうですね、始まってそう、時代さんが今アップを始めましたね、うん、孫さんの試合なんすかっつってマイクをつけ始めましたね、孫に一言一言ある組、孫に一言ある組、控えてます、さあ孫に一言ある組が来てくれたんで、た、ね、孫さんの試合見ていきましょう、ま孫さんいい動きじゃったじゃん、すごかったですね、まだわかんないですね、でもまだ俺こっからだと思うな、まだわかんないです、まだ認めない、まだね、まだねまだわかんないっすね、まだわかんないっすよ、からもうまだ試合ありますからね、幾度となくね、はい、みんなのその期待をいい意味で裏切ってきたからいい意味でって言えばいい意味でって言えばいいと思ってる、ああいいの来た、いいの来ましたね、これいいの来てます、漏れちゃったな、いやなんで戻ったここに、踏ん張ったな、なんで、うん、あ、つまらそうな顔してしたかったってこと、いや、まだこっからっすよ、まだ楽しめる、行くじゃない、そこまではやっぱりこうなんとか見どころだけど、駒投げ通されてほしいってことでしょ、それねえ、だからまあ、孫さんが駒投げされるのを見たいが見たい、はい、はいはい、まずはランベルに出てますね、出てますね、文句ないんじゃないですか、何インパクトも返すしね、インパクトも返したね、返したね、よく返しましたよ、本当にどんどん乗ってきてるように見えるんですけどね本当に一見見えますが、一見見えますよね、けど本当に、ね、孫さんはこっからハラハラさせてくれますか、わかんないですよ、それを見たいってことでね、シャガチューパンが当たれば、うお、敵さんラッシュを返した、シャーッスターッSA2 までえ来たなんてきたーきたーですよ、今のは剣じゃないでしょ、今のなんで返す、確かにね、確かに確かに普通の対決でも今のは確かに確かにあるでしょ、確かに確かに SH バルタンブラスト、攻めが熱かったっすね、うん、いやー、踏ん張りましたね、かなり、あとは数の子に活躍はした託して、ここで来ていただきましたけれども、よしお疲れでした、お疲れでした、したいやー、ちょっとなー、なんかダメでしたね、僕の
剣は。そう、うん、いやなんかみんなが拍手しだして、うん、拍手なんかこんなのにおめえがやり始めたんだよ。だから俺はなんか自分で乗せようとしたのに、なんかみんなこれやりだして、なんかちょっとうるせえなって感じでしたね。おかしいでしょ今だって誘ってたよね。誘いこれでしょ。誘ってこっち見ながらやってんだから、それでやるだろう。みんなも一緒ね、みんなご皆さんご一緒に行く。あんまりそうちょっと集中したいんで、みんな釣られないようにしてください。じゃあちょっと交代しましょう。はい、ガンダム VS エニカラってなんかゲームっぽいね。エニカラ、カバーさん、エニカラーさん、ごめんなさいチーム、ナルオチームね。ナルオドグラ、ナルオドグラ、はい、ナラカシシロン今横で言ってもらいました。戦いですね。これはもう日は確定ですね。日をまたぐは確定ですね。確定です。確定。歩いて帰るか。アメさん無理でしょ。歩いて帰って何時間かかるんだろうな。アメコさん無理でしょ。俺も無理やけど、アメコさん。いや、歩いて気合で帰ります。歩くより明日タクってでも帰る。明日電車で帰った方が早いです。歩いたらそうかも。明日電車で帰った方が早い。絶対早いでしょ。死が止まんねえかな。一旦中締めで。中締め、それ中締め面白かったよね。中締めはそうですね。 e スポーツアワードがね、この間ありまして、こう懇親会があったんですけど、終わった後ね、なぜかヤンシー中締めさせられるって。へえー、そうなんだ。そうで、結構うまい感じで喋ってね、人笑い取って、人笑いも取って、うん、そうちゃんと無事終えたかと思いき いや、あの締めを忘れるという中締めのその一本締め忘れるっていう。なるほどね。ただまあいい感じに終わったんで、そういうのがあったんですよ。まあ、確かに締まってるか締まってないかで言えば締まってなかったですよね。カバーさん、アニカラーさん、エニーカラーじゃない、エニーカラーさん、ちょっと待って、さすがにエニーカラーじゃない。そうっすね。縦だったからまあ入ってなかったね。多分ね。アニカラー多いです。この方たちはどういった方なんですか。いやだからあの VTuber の、はい、あ、運営会社、あの2時3時とホロライブの運営会社。あ、2時3時とホロライブ、そういう会社じゃないんだ。あ、そうそう、だから会社名は違う感じで。あ、いや、これ何かいいですぞ。だっ、く、残った。こけどうなる。くくわー。広島のガンダムが模型を打ち取りました。いや、いい試合でしたね。これはヒーロー、うん、これはサイクロンガンダムです、ね、サイクロンガンダム止められてたけど、いたかな、止められてたよ。いない、いない、にわかいそうだけど。どっかのシリーズいいんじゃないの、まあ、ガンダム USR、 いや言い切れば、ガンダム USR だ、ね、ガンダム USR はいい。ガンダムアナコンダ、ガンダムアナコンダ、確かに。いや結構ね、ガンダムの後に何々なんだよね。あ、のことが結構多いですよね。ガンダム丸々。うん、ガンダム丸々の方が、うん。ガンダムユースある。うん。トルネードガンダムはいるそうですね。これは MOV だ。え？MOV？ お、MOV。これあのサウジ以来ですよ、やってんのみんな。あ、でもそうか。そう。これでもね、はい、やっぱ MOV の中には違うらしいよ。まあ、ね、仕上がってるってね。孫を任している、ちなみに孫対 MOV の歴史で言うと、はい、あのゴッツガーデンというイベントの時に、はい、あの孫がすごい脂乗った時に、はい、フェイロンで、うん、でなんか予選かなんかで MOV が剣で、うん、最後、ウルコンぶっ放して、はい、勝ってるんです。なるほど、ここ一番で。そんな話があれあるうちに稲葉が一瞬で倒しきりましたよ。孫さんに特攻ついてるんですか。孫特攻はついてるね。なるほど。ランクマイツメン対広島。あ、え、まだまだじゃん。ランあと5個ぐらいあるじゃん。あ、なるほどなるほど。なるほど。はい。あ、なるほど。いけるところはやってると。2個ずつ回してるんですね。なるほど。確かにまだ結構あるね。結構そうですね。まあみんなでやってるねイベントなんで。ああそうっすね。楽しまなきゃ損でしょ。いや間違いないっす、うん、確かに R さんは、あ、 R さんはだから明日 KO カップがあるから。ああなるほど、そっかそっか、リハとかがあるっていう感じで、ご予定が。まあでもリハもそろそろ多分終わるから帰ってきますかね。うん、確かに今めちゃくちゃ言ってるからね今。そろそろ同じ、ハメコさんの代わりにめちゃくちゃなこと言ってますからね。明日あるから、ハメコさんと交代っすかね、うん、
あ、ちょ、時野さん交代しなくても大丈夫です。あ、OK です、OK です。いや、俺もちょっとなんかもう寝とこうかな、今。いいですか。じゃあちょっと赤さん、すいません。